はい、ご無沙汰しております。ゆうごドット TV でーす。お届けするのは、佐久間ゆうごでございまーす。8月の8日ぶりの、この人生に役立つ、情報配信。前にね、撮ったんだけど、消えちゃって、そっからもうなんか、そっからサボり気味みたいな感じですね。まあ、あとは盆踊りとかの動画をアップしたりとかしたんですけど、こちらの放送は久しぶりの8月8日ぶりということで、早速今日からまたほぼ毎日間でなるべく開けないように、まあマイペースにやっていきたいと思います。最近サボり気味だったので、今日も共に学んでいきましょうということで、早速本日のお題は、生活に不便のない現代人は代わりに体の不便を訴えている。はい。体を動かす習慣を持ちましょう。機械がどんどん進歩していき、人々の生活も快適になっています。確かに生活はどんどん便利になっているかもしれませんが、人間の体には以前より不便になってきています。今と昔とで太っている人の割合を比べれば明らかです。明らかに生活に不便のない現代人の方が体の不便を訴えるようになっています。与えるようになっています。どっちだこれ、待ってください。まあいいや。機械が進歩したため、私たちの体は健康が赤信号になっているのです。面倒なことは機械に任せる生活になりつつあります。できることなら少しでも毎日の生活の中に体を動かす習慣を持つことです。体を動かす習慣を持てば必ず健康も維持できるようになります。楽を目指せばキリがありません。自分は動かずに機械に全てをやってもらうことが理想だと考えている人がいますが、本当にそうなれば大変なことになります。現代の人が求めるその願いが本当に叶ってしまったときに、私たちはどれだけ体の不便を手に入れてしまうのでしょうか。自分の生活を振り返ってみましょう。体を動かさなくなったときに、もう健康な状態ではなくなります。健康であればあるうちにどんどん体を動かして不健康になってしまうのを予防していくことです。今日の格言、体を動かす習慣を持つ。そうなんですよね。俺もこの夏で2キロ近く太ったかな。運動もちょっと前までは習慣的にやってたんですけどね、この動画と同時ぐらいにも体も動かさなくなっちゃって、まあ、最近またジムにも行くようになって、もう一個新しくジム入ったんですよね。だから2つジム行って、1つはプール専門で行って、もう1つは、まあ、筋トレ。だからもう筋肉量を増やしつつ体脂肪を減らす。あとは食い物もね、便利だからコンビニとかも、この店の前にすぐそこにセブンイレブンができて、毎日通うようになっちゃってね、甘いものとかアイスとか食ったりして、つい腹が減ると衝動買いしに行ってしまうという癖がついてしまいましたので、本日か体を動かす習慣と暴飲暴食はしない習慣、こちらを徹底的にやっていきたいと思います。はい、習慣づけたいと思います。変わりたいと思います。ということで本日はこの辺で、今日も勉強になりました。ありがとうございます。それではまた明日。ドロン。